渡辺主月名は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。終わりの家老。渡辺半蔵屋二代当主。天正二年、渡辺守綱の子として、三河国に誕生。天正十六年、徳川家康に出資、小田原征伐、関ヶ原の戦いに出陣。慶長十五年父と共に家康の旧男、吉直に付属せられ。 大阪冬夏両人では先鋒を務めた。現那六年父、守綱の死去により、三河と大御国の医療を二大将軍、徳川秀忠より賜り、吉直からも終わり国に五千国の治療を賜る。あと、同心の治療として七千国を活用される。官営十八年失政となる。官営二十年に隠居して、家督を読む男、春綱に譲り、 陰居領として二千国を賜る。慶安元年十月一日死去。去年七十五。長男、勝綱は、慶長十五年秀忠に仕え、大阪の陣に出陣、元奈元年父に先立って没した。次男、中綱は創生。三男、忠綱は、玄奈元年秀忠に仕え、父より三千国の分与を受けるも、元奈九年父に先立って没した。いつを 吉綱は兄、忠綱の名跡を継いで、元那九年秀忠に仕え、後に武蔵の本藩主となる。六尾、綱貞は徳川家光に仕えて、十五位した大隅守に助任、江戸南町奉行や大目付等を務めた。後の遠方八年六月二十七日、大目付を務めていた頃、越後騒動の最低に対して、徳川綱吉の歓喜をかぶり、 海域及び八条島へ、遠投処分となった。綱貞の三人の息子も、他家へ預けられた。七男、長綱は、茂綱の死後、その隠居領だった二千国を相続して、終わり藩に仕えることになる。長綱は、漢文八年九月昨日に、去年二十六で創生するが、長綱の長男、元綱は、大名渡辺家を相続して、野本藩主及び、 泉国白多藩主となり、次男、田綱は本家で尾張藩万国年寄りの渡辺藩蔵家を相続することになる。ありがとうございます。